こんにちは。一般社団法人スタディライフ熊本の水野直樹と言います。普段は障害学習支援事務所ということでスタディライフ熊本で、さまざまな人生を豊かに暮らしていきましょうという取り組みしてるんですが、その中でも私いろいろな団体持ってまして、その中の一つがこれです。パパラボというグループなんですが、このパパラボというのはお父さんたちと子どもたちが一緒に関わり合って、関係性をつないでいこう、楽しんでいこうっていうグループです。もともと私の子どもが3歳4歳くらいの時にパパと遊ぼうという、そういった企画が熊本県子ども劇場連絡会でありまして、その時に出会った表現遊びの団体アフタフバーバンというグループの皆さんと知り合って、これは面白いぞということで始めたグループがこのパパラボです。その中で行っているのが、例えばこういった忍者修行、熊本市内にもいろんないい場所があるんですが、そのいろんないい場所を知らない方々が多い、その場所を訪れて一緒に遊んで場所まで知ってしまおうという忍者修行。またこれ分かりますか、何か白い得体の知れないものがブワーッとこう撒き散らされてるんですけれども、これトイレットペーパーです。身近にあるものを使って遊びの輪を広げていこうという取り組み、これトイレットペーパーでいろんなことをしていく、これ多分打ち上げ花火だって言って多分投げてるところじゃないかなと思うんですが、こんなことをしたりなどもしています。他にも実際にお父さんたちだけというところで父同士が遊び合う、お父さん同士が遊び合う、こんなこと、これもチャンバラ修行なんですが、実は大分県の親父の会の皆さん方の勉強会の時にお邪魔して1泊2日でチャンバラ修行をしてきました。その他にもこちら親父の会っていうのが日本全国にあるんですが、その全国親父サミットというのが日本全国巡っています。西原村に来た時に一つの分科会を担当してありますね、パパはヒーロー遊べるパパ講座というのを展開したりしました。こういったことをしながら子どもたちとの関わり合いを深めていっている団体がパパラボです。その中で非常に実感したのが最初のタイトルにありました、心の物差し。皆さん定規とか物差し、筆箱に1本は入っているかと思うんですが、それが心の中にあるんじゃないですかっていうことです。この心の物差し、パパラボという活動を始めるにあたって皆さんといろいろ関わっていく中で、そして子どもが3歳4歳5歳6歳小学校入学などになっていくに従って、さらにこの心の物差しっていうのを実感するようになりました。では皆さんと一緒に心の物差しってどんなことを感じることなのかなというのを進めていきましょう。その第一歩、かわいいですね。もう本当生まれてきた時ってかわいい、もうその一言だと思うんですけれども、そのかわいいなと思った瞬間、皆さんどんな思いでしたか。生まれてきた瞬間ってどんな思いでした。私はというと、そうですね、とにかく生まれてきてくれてありがとうという、子供に対する妻に対する感謝の気持ちだったなというのを思い出します。きっと皆さんもそうだったんじゃないでしょうか。誰かに対する感謝、身近な人に対するありがとうという気持ち、そしてこれからの期待、どんなふうに育っていってくれるのか、まだこの段階では将来例えば何々という職業についてなんていうふうには思っていない時期のはずです。こうこんな風になってくれたらいいなというのが本当に、元気であったらいいな、幸せになってくれたらいいなって、そんな思いだったんじゃないでしょうか。では皆さん、こんな小さい時、自分ではまだ動けないような時期ですよね、どんな時に褒めました。まだ何もできない状態です。寝転がってそれこそ、わあおしっこしちゃったとかいう言葉も出せません、うんこしちゃったも出せません、
だから本当にわーわーわーって泣くことで自分の心を表現して、気づいてほしいよって言っている、お腹すいたよとかね、もう泣くことでしか表現ができないので、なんで泣いてるんだろう、わからないって、初めてのこの時にはもうドギマギしたんじゃないでしょうか。でもそんな泣くことしかできない、いや泣くことができる、そして笑顔を振りまいてくれる、いろんな表情を見せてくれるこの乳幼児の時期、どんな時に皆さんは褒めました？褒める、褒める要素があるのかな。いやいやいや、この時期いっぱいですよね。うわーって、ひょっとしたらさっき泣いてって言いましたけど、泣いてもうわー元気な声で泣けるねーとか、もしくはこうねってギュッと握ってたら、うわー力強く握れるねーとか、もうちょっとしたことを全て褒めてたんじゃないでしょうか。私は何かができるようになって褒めたっていうのは、この時期からちょっと進んだ時に褒めました。それがこれ。なんとなくイメージつきます？さっきと体の位置が逆ですよね。さっき上を向いて寝てましたが、今度はなんかこう這いつくばったような感じ。そう、初めて寝返りができた時、うわーできたねーって喜びました。何かができたっていう最初の時だったんじゃないかなと思いますね。まあ、ただ寝返りができるようになってくると、そうすると今度は寝返りして顔がペチャってなって息が吸えなくなってしまったらどうしよう、だから何か方法はないかっていう、できるようになることが一つ増えると心配になることも一つ増えていくというような形で、ここから次第にどん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 できることが増えていって、そしてまあ不安なことも一つ一つ増えていく、まあ、そこが子供も親も成長していくところなのかなというふうに感じています。皆さんどうでした？初めて何かができるようになって褒めたことってどんなことがありますか？今お伝えしたように、何もできなくても褒めていた時期があったのに、のにですね、どうでしょう。こんなふうにね、これはうちの息子の幼稚園年長さんの時です。もう本当にもう、こういろんなところを走り回って元気に遊んでやんちゃもしてってね、公園に行ったら滑り台だから、もうそんな滑り方しない、危ないからもうちゃんと普通に滑りなさいってついつい言ってしまうような時期がやってきたりもします。こうなってくるとどうです？乳幼児の時には何がもうできなくても、何もできなくても褒めていた時期があったのに、次第に不安の方がひょっとしたら先に来るのかもしれませんね。注意する、叱るというところまではいかないと思うんですけれども、あれダメこれダメ、こうでしょああでしょ、これしなさいあれしなさいっていう言葉がひょっとしたら増えていったかもしれませんよね。これってひょっとしたら子どもたちが捉えている感覚、心の物差しと親の心の物差しが違ってきちゃったのかな、ちょっとその目盛りの幅が変わってきちゃったのかなっていうことを感じ始めました。では皆さんね、お子さんが乳幼児の時と比べて、あの時はねこんなことでも褒めていた、最近どうですか？保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、まあ社会人という方々もいらっしゃるでしょうに対して何か褒めました？ああよくやったねってどうですか？私は最近私の親から褒められたことというと、まあ、褒められたというか感謝の気持ち、こちらが伝えなきゃいけないんですけれども、実家が少し遠いのでなかなか帰ることができません。お盆やお正月に帰った時に、ああよく帰ってきてくれてありがとうっていう言葉を伝えてくれるようになりました。逆にこちらは迎えてくれてありがとうっていう気持ち、ずいぶん自分自身そして親もずいぶん年を重ねていた状況になってくると、このありがとうとか感謝、褒めるっていうことがまたしやすくなってくるのかもしれません。ただこの時期から
小学校中学校あたりですと、いろんなものが初めての体験、そして例えば誰かと比べるとか、誰かと比べる基準、いろいろあるかもしれません。その基準も皆さんの心の物差しによって変わってくるかと思います。さらに一番比べやすいテストの点数というのも出てきます。その点数、お父さん昔こんな悪くなかったけどな、自分と比べる、本当にそうだったかどうかは分かりません。そして、お友達同士の点数で比べてみる。なんとか君こんなんだろう、なあもっと取らなんたいって言ってるかもしれません。ついつい心の物差しが変わってきちゃうんですね。その心の物差しが変わるっていうのはどんなところが変わるのかというと、見えてるのに見えてないものが増えてくるということになってくるかと思います。見えてるのに見えないものって一体何なのっていうと、これ本当はできてる部分が80あるとしたら、できてない部分が20、どうしてもこのできてない部分の20に目がいってしまうっていうことなんですね。そうすると本来子どもたち 80% できてるよっていうところで、うわこんなんできたよってその気持ちを伝えたいと思って駆け寄ってきてくれた、その時に、なんここができとらんどがって言ってしまうとどうです？あ、褒められると思って、やった嬉しく思ってくれるに違いないと思ってきた瞬間に、なーんここがって言われたら、あらって肩透かしに合いますよね。そうなると子供たちのモチベーション自体、そして親子で話しているその状況の空気自体、良くないものになっていくんじゃないでしょうか。お互いに心の物差しを合わせる、そのためには子供たちにこっち親の方に合わせてっていうことはできませんので、私たち親が子供たちの心の物差しに近づけていく、実はそういったことができるようにということで、パパラボでは子供たちと一緒に遊び合うってことをしてます。きっと遊ばせるっていうことだと、どちらかの上下関係ができてしまうので、その時点で心の物差しっていうのがうまく合ってないんじゃないでしょうか。遊び合うということをすることによって、その心の物差しを近づけて、共に遊び合う、楽しみ合う、喜び合うことができてくるのかと思っています。最後にお伝えしました、遊び合うという言葉をぜひキーワードにお子さんたちと関わっていただきたいなと思います。親として子どもの成長とともに変わってきてしまったこと、自分の心の中の物差し、これを基準に考えてみてください。そして、子どもたち、これ何でしょうね、親の物差しから言ったら何してるんだろう、何が楽しいんだろうって思うかもしれません。でもこれが楽しいんですよね。この状況をたくさん、ああなんか楽しいことやってるなって、ちょっと一緒に楽しんでみたいな、そんな思えるような心の物差し、ぜひお子さんと一緒に作っていってください。今回は心の物差し、これ固定観念とともにどん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 変わっていってしまいます。この心の物差しについてお話をしました。